ムーロマ族の居住地から出土した女性用の装飾品ムーロマ族は千年期の中頃から岡川下流に住んでいたフィンゴル人の部族である。現初年代期には岡川がボルガ川に流入する場所に住みスラブ人ではないと記されている。何人かの研究者の説ではモシチヌイ文化の担い手を起源とする部族であるとされている。ムーロマ族は農業、漁業、 養蜂、毛皮用動物の狩猟、工芸等を制御としており、主に、ウラルガー流域との交易を行っていた。言語学的検知からの議論においては、ムーロマ族は、モルドビン人の中の一部族であるか、もしくはメリア族のような、フィンウゴルゴ派の中の独立した部族の一つであると、されている。10世紀には、キエフ大公国に、 ダーニを払っていたという記録があるが、10世紀中頃、以降は、年代記上に記されなくなっており、おそらく他の部族よりも早期に、12世紀には、完全に、東、スラブ人の諸部族と同化した。ABC、ブロックハウスエフロン百科事典7、クシー、1990AB、ソビエト大百科事典、ファイ、ゼー、1997、 田中明千五、倉持朱一、和田春樹編、世界歴史体系ロシア史1から9世紀から17世紀マイナス、山川出版社、1995年、P75、ありがとうございます。